2012年2月12日待望のちはやふるファン感謝イベントが開催されました。たくさんの応募の中から抽選で選ばれた限定100人のちはやファンの皆さんが大集合。イベントの会場となったのはここ由緒正しき日本家屋松雨園。大広間に座布団を敷いて行われるんですが、一体どんなイベントになるんでしょうか。じゃーん、袴です。すごい、もう衣装を着させてもらってからもうテンションがすごく上がっているんですけども、いかがですか。すごい綺麗ですよね。でここ場所とかも、あのもうすごく伯爵邸なので、もう袴でぴったりです。ちょっと多分もうお気づきになってると思うんですが、めちゃめちゃ緊張してるのと寒いのとで、あのテンションがおかしいです。でもこんな素敵な場所でイベントやれるなんて本当に嬉しいので、もう一生懸命全力で頑張ってきます。皆さん楽しんでください。どうも皆さん、どうもこんにちは。よろしくお願いします。お願いします。真島大地役の宮野守です。あ、すいません、新宿の補正吉本です。お願いします。お願いします。いや本当に今日はまだ冬なんでとても寒いんですよ。そうなんですよ。なので、こうやることをお勧めします。さあ、ということでイベント直前でございますね、補正さん。はいはい、そうですね。ちはやふるのイベント初めてですけども、はいはいはい、どんなイベントになるか、はい、意気込みなんかありますか。意気込みですか。今日はですね、セーバーがやろうね。ちょっとちょちょちょ今日はね、A 級選手に勝つ。そうなんですよ。そうなんです。試合があるんですよ。そうなんです。はい。でも本当にそんな、A 級選手の試合なんてできる機会ないと思う、うん、ないですからね。でこれからの役作りもね。そうなんですよ。役立ちますよ。はい、はい、クソ野郎みたいな感じのね。なんで、あ、そうそうそういうことですよ、はい、そういうことですよ。それぐらいの息でね、 B 級なめんなよと、うんうんうん、私だって私だって頑張るよ。あ、かなちゃんだ。あ、かなちゃんだ。どうもかなちゃん。自己紹介を。あ、かなで役の茅野愛と申します。いやー、どうですか袴、うん、これちょっとかなちゃんピンで抜いてください。これ、あ、そんな下から、あ、いいですね。すいません、はい、くるっと待ってくるっと、あ、いいですね。ポーズ あ、いいですね。いいですね。いや、今日は、はいはいはい、今このことしてる場合じゃないんですよ。どうしたんですか。今日は勝たなければなりません。そうですね。そうですね。うん、なので背筋ピンと。あ、はい、はい。でも確かに僕らこうやってしっかり袴着たの初めてなんですけども、ね、やっぱこう背筋がこう伸びるというか、ね、この引き締め具合がいいですね。この見上げ加減がちっちゃいね。だいぶちっちゃいですけど。背は関係ありません。今日は本当です。速さが勝負ですから、ねはい。そうですね。はい、ええええ。頑張りたいと思います。頑張るぞ。ああ。おお。私のドリフだ。うん、多合。めぐり合い。はい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 。傘。やちぎりよ、はい。ちぎりが。やってこうかな。ちょっと心配だなんで。なんか楽しかった。勝てる想像しかしない。ちはやふる。勝てるの。あ、どせい。あ、そうだね。あ、一回でもやんなきゃな。聞きたいですね。ちはやふる。花の。坂田の。テンポ的なものをちょっとこう。リアルちはやリアル太一。言えてないじゃん。噛んじゃった。リアル太一。日本テレビアナウンサー上田真理恵です。日本テレビアナウンサーの上田真理恵です。それ言うとかありますか、イベント中に。皆さんこんにちは、日本テレビアナウンサーの上田真理恵です。皆さんにいじめていただいてます。楽しいです。上田真理恵です。上田真理恵です。よろしくお願いします。みんな上田真理恵になっちゃう。まもなく始まるんですけど、すっごい緊張してます。ちゃんと段取り頭に入りきってないです。どうしよう。でも、イベントは空気が大事なので楽しんで頑張ります。それでは空気を読んで頑張ります。ちはやふる公式イベント、水沢高校かるた部冬の大特訓合宿、バレンタインにやっくんは来ない。イ
ベントの冒頭を飾るのはこの方々。アニメちはやふるのオープニングテーマを歌うナインナインレディオサービスの皆さんです。ボーカルの浩平さん、袴姿がとっても素敵ですね。それではナインナインレディオサービスでユースフル、今回はアコースティックスペシャルバージョンでお送りします。気づいてしまって冗談まじりかき消した、それぞれの歩く道は別々と、あの時描いた夢で溢れた青写真とまた違う明日でもいいさ、今はちはやふる想い胸に抱いて目指した先に何があるんだ、今なら掴めそうで手を伸ばしてみる、夢の途中きっといつかまた会えるだろう。今日はですね、僕だけなぜか袴を着てるっていうちょっと不思議な見た目だと思うんですけど、みんな楽器を持つときは洋服がいいってことで僕だけ着させてもらいました。意外とね、僕袴が初めてで、すごい着たことあります？ないですよね。すごいんですよ、この締め付けが。すごい、さっきお昼ご飯食べたばっかなんでちょっときついんですけど、今日はユースフルもそうなんですけど、ユースフルのシングルが去年に出まして、それのカップリングの曲もちょっとやってみようかなってことで、ライブもあんまりやらない曲なんで、ぜひ聴いてください。それじゃあ聴いてください。 Same Love Different HeartThank you.
きっとね思いは同じだろう離れているけどつながる言葉は記憶の底見上げるこの空嘘はつくと膨らんだ小花の癖も愛しいどこでも近くに感じてる離れているから強がる気持ちを風に乗せて私はここに薬指のおまじないキスをすれば覚えてるあなたと同じ思い出をすべて並べる面影あなたのいない思い出を捨てて今愛に行くわここから少し盛り上がっていくんでみんな手拍子お願いします You look at the moon when I look down But you don't have to come here now Busy spot where we have been before You may find you can touch me there It's hard for us to make new recollections But is it to go back the road?We have all I want you not to forget to me Your ring fingers twinkles by I don't know what it just felt You and I are still confused I want you not to forget to meYou know any kind of time goes by I have gone after and I love you That's only the truth I swear by Your ring fingers twinkles by I don't know what you just felt Still confused. ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、僕らはちょっと今までちょっと2曲僕らの曲を立て続けにやってきましたけど、今日はちょっと素敵なボーカルをもう一人迎えてスペシャルバージョンで僕抜きで演奏してもらってやろうと思ってますんで、瀬戸ちゃんこそ瀬戸あさみさんをお迎えしてます。じゃあみんなで瀬戸さんって呼んでください。いきますよせーの、大丈夫ですか。瀬戸あさみと申します。大丈夫です。もう3回ぐらいつまずいたんで、もう大丈夫でございます。それじゃあ僕に代わって歌ってもらいますんで、どうか皆さん聞いてください。じゃあ曲表紹介を僕は吐けますね。それでは歌わせていただきます。ちはやふるエンディングテーマ、そして今。
なかなかないシチュエーションで今日ライブをされたと思うんですが、いかがでしたか？全部のシチュエーションがこの袴にしてもこの雰囲気にしてもセットにしてもなかなかなかったんで5人でアコースティック初めてだったんですよ。なんでちょっとすごい初め緊張してましたけど、今回アニメちはやふるのこのオープニングテーマが決まったということで、決まった時っていうのはどういったお気持ちでしたか？決まった時は決める気で僕ら書いたんで漫画全部読んで、それでもうすごいいろんなこと考えながらこう愛情をかけて書いたんで、決まった時は本当に嬉しかったですよね。告白して戻ってきたみたいな、いい返事が来たなるほど、恋愛な感じで。ちはやふるのお気に入りのシーンですとか、例えば好きなキャラクターとかいますか？ちはやちゃんですよね。ちっちゃい時のね小学生バージョンそこ どうしてですか？大人のちはやちゃんも素敵じゃないですか？なんか大人の方だとちょっと変な目で見ちゃうんで子供の方がちょっと浩平さん素直すぎますそれはドキドキですよ。ドキドキ瀬戸さんと話してるとなんかこう変な感じになっちゃうんで確かに瀬戸さん本当ねちはやにそっくりですからね。本当そっくりっていうか、なんか練習っていうか一緒に練習した時とかもこう要所要所で千早の部分が出るんですよね。カレー食ってる時とかなんですか、喋ってて普通はまあ慣れてきて千早じゃないんですけど、そのテンパって早口なんですよいきなり。そうするともうもろ千早なんですよでもそのカレー食ってる時っていうのも気になったんですけど、カレーっていうのは練習後にカレー食いに行って俺らが食いに行くって話したら行きたいとか言って千早の声で言われたからじゃあいいよっつってじゃあ別に食べてる時ではないじゃないですか食べてる時も結構食べるんですよ。もうめちゃ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 ずっと食べてて、なんくださいとか言ってその声がもう千早で瀬戸さん本当なんか高校生ということでやっぱりこうピュアで可愛らしさを本当たくさんね持ってらっしゃる方ですよね。さあそして個人的にはユースフルの千早ふる思いというサビの部分の歌詞ですね、あれが非常にナレーションコーナーしてるといつもあそこの部分を使わせていただいてるので非常に気になってるんですけど、あの歌詞っていうのはどういった思いで生まれたんですか？思いっていうよりもやっぱりその漫画のために書いた曲だったので、で最近アニメソングにしてもあんまりこうドラゴンボール以来使われてないっていうか、そのタイトルが歌詞に入ったりしてないし、入れてみたらすごいなんかこうもともと英語の曲歌ってたんですごいなんかノリが良くて、ちはやふるって言葉がなんで入れて全然楽しく歌えてたんでそのまま使っちゃいましたけど、大丈夫かなって感じでしたけどね逆に。ちなみに活動っていうのは今どのぐらい何年ぐらいされてるんですか？2007年ぐらいからやってるん で2009年にちょっとアルバム出しまして、でこの間もアルバムまた出させてもらったんですけど、だから4年ですね、はい、そんなざっくりとした99レディオサービスさんなんですが、最後にではファンの皆様に一言よろしくお願いします。ユースフル発売中ですので今年もガンガン CD 出してきますんで今後ともよろしくお願いします。
それではありがとうございました。ナインナインレディオサービスの皆さんでした。それでは準備がいよいよ整ったようですので、これからイベントの第2部を始めさせていただきます。水沢高校カルタ部冬の大特訓合宿バレンタインにやっくんは来ない。さあそうです、今日は皆さん合宿なんですね。皆さんもちろんカルタは好きですか？ちょっと反応悪いですよ。好きですか？元気いいですよ本当。ではいろんなカルタのお話をこれから皆さんと一緒にしていきましょう。では出演者の皆様をお呼びいたします。皆さん大きな拍手でお迎えくださいませ。綾瀬千早役瀬戸麻美さん。瀬戸さん、はいはいはい、すいませんちょっと手違いが瀬戸麻美です。再び登場でございます。よろしくお願いします。そして真島太一役宮野守さん。綿谷新役細谷義正さん。そして大江奏役茅野愛さんです。皆さん本当に袴よく似合ってらっしゃいますね。あれマイクが、さすが声優さん、よく声が通る。緑にすると音が出ますね。入りましたねこれね。入りました。だいぶ大きかったですね今。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、では今日はよろしくお願いいたします。お願いします。ではお席にお着きください、はいはい、ではいよいよイベントが始まるわけなんですが、せっかくですので、はい、まず皆さん一言ずつ自己紹介を。あ、座ったのに。あ、そっか、立った方がいいですかね。いや、大丈夫ですよ。もう一回じゃあ自己紹介から始めましょうかね。はい、お願いします。私たちそういう関係でやってください。、はい、では、まずは、はい、大丈夫ですか、進行。あ、それではじゃあ自己紹介どうぞ。さすがっす。全部、なんか一言付け加えて、なんか千早のセリフなんかも付け加えて聞かせていただいたら嬉しいので、皆さん喜ぶんじゃないかななんて思うので、ぜひ名ゼリフを踏まえて自己紹介よろしくお願いします。いきます。見て新た、これが私の仲間だよ、近江神宮に会いに来て。でおなじみの綾瀬千早役瀬戸麻美です。よろしくお願いします。素晴らしい。お願いします。はい、それでは次宮野さんお願いします。きついけどやってんだ、負けるけどやってんだ。真島太一役の宮野守です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあでは次細谷さんお願いします。千早、まっすぐなまんまなやな。綿谷新役の細谷義正です。よろしくお願いします。最後なんて言ったんですか。まっすぐなまんまなやな。ああ、さまんまなやなって。では最後に茅野さんお願いします。はい、この中で一番和歌を愛してるのは私、大江かなで役茅野愛です。よろしくお願いします。素晴らしい。お願いします。さあさて、はい、皆さん、はい、イベントタイトルは、はい、もちろんご存知ですよね。もちろん知ってますよ、うん、なんか今だいぶ探してません？探してません？水沢高校カルタ部冬の大特訓合宿ですよね、はい、そうですね、はい、ということで今日は合宿なんですよね。ああ部長、そう、なるほど、うん、あ、部長、そうです、はい。だいぶちょっと揺らしてましたね。今日は合宿なんで、はい、みんなで、次の大会に向けて、英気を養うためにもどんどんね、今日は試合をやっていきたいと思うのでね、はい、はい、はい。ちょっとなんか部員の連携が取れてない感じなんですけど大丈夫ですか？連携取れてますよね。大丈夫ですよ、はい、というか、こういう感じのイベントって初めてだし、ちはやフルでのイベントも初めてなんですよ。まあそうですね、はい、なので本当記念すべき第1回目のイベントがこういうね、畳に皆さんが座って、そして我々もこんなね袴を着てピシッとやるみたいな雰囲気になってるんですけども、もう本当に皆さん大声出していいんで、面白かったらもう大いに笑っていただいて、盛り上がっていけたらなと思っております。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ
早速ですが、一つ目のコーナー、名シーンで覚える百人一首のコーナー。やるよ。どんなコーナーですか。はい、このコーナーのコンセプトはですね、ほうほう、この一言に集約されております。和歌といえばこの人、そう、かなちゃん。なるほど。はい、ですよね。はい、まず、あ、じゃあ私から一言。カルタが歌であることを忘れたくないんです。おー、名台詞。はい、まあまさにその通りでですね、このコーナーというのは歌の素晴らしさを体験するコーナーなんですね。なるほど。はい、事前にファンの方々にアンケートを取っておりまして、うん、好きな歌の上位に入った2首、はい、こちらちはやふるの名シーンを振り返りながら、まあ、当アニメのイケメンお二人にご紹介をしていただきたいと思います。イケメンのお二人、よろしいでしょうか。イケメン笑顔が眩しい。めっちゃ笑顔さあでは、まずはこちらの歌です。背を早み岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思う。この背を早みっていう文節なんですけども、これは浅瀬の流れが速い様子を指していて、その急流が岩によって2つに裂けてしまったとしても、また合流するように、分かれてしまってもまた再び会えるという歌になっています。なるほど、ちゃんと読めましたね。大丈夫です。ちはやふるだとどのシーンなのか分かりますか、キャプテン。台本通りです。そうですね、キャプテン。キャプテン俺じゃないんですよ。あ、キャプテン、あ、キャプテンどうですか。私では、うんうん、はい、あ、すいません、あの、なんでしたっけ。なるほど、なるほど。すいません、細谷さんがあたふたしすぎて情報が入ってこない。すいません、すいません。すいません。別れても、はい、また再び会えるという歌ですね。うん、そうですね。そうですね、もうまるで私たちのような感じですね。そのちはやふるの幼少期の頃のような感じ。そうなんですよ。言わされてるの誰か。大丈夫？怖い、誰かに言わされてるんじゃないよ、ね。言わされてない。もうまさにこのシーンです。これはこれです。小学校の3人の別れのシーン。名シーンですね。いや頑張ったもんね、俺たちね、これね。そうですね、僕も頑張りました、本当に。また会えるんじゃないの。懐かしいですね。懐かしいですね。懐かしいですね、非常にね。嘘だ、嘘だ。一番いい頃だよね、俺の。そうですね。絶対会えるよ。嘘です。この小学生編は本当に感動して、うんうん、本当にね、見てないじゃないですか、僕ら。あ、出てないじゃないですか。もうオンエアで見て泣いちゃったもん、うんうん、本当に。現場でももうみんなでもうグスングスン言いながら、あー、うん、切ないねって言いながら本当にアフレコしてて、いいシーンです。すごい思い出します。大好き。そしてですね、瀬戸さん、ぜひお願いがあるんですけど。はい、できることならあります、はい、もうちょっとお願いしますよ。あの、こんなセリフがこのシーンにはありましたよね。多分もう会えん。なんで。私たちにはカルタがあるから、また会えるんじゃないの。続けてたらまた会える。絶対会えるよ。こちらをぜひ生で言っていただきたいんですが、はい、お願いします。はい、なんで。私たちにはカルタがあるから、また会えるんじゃないの。続けてたらまた会える。絶対会えるよ。おこのセリフ聞いただけでもなんか涙が出てきそうになりますね。やばいですね、このシーン本当に。ピュアですね、本当にね、泣ける。続いての歌もいきますか。ではこの歌は宮野さんに、はい、読みますか。はい、はい、忍ぶれど色にいでにけり我が恋は、物や思うと人の塔まで。この歌、忍ぶれどっていうのがですね、あの原作の方ではこう忍ぶちゃんの句という立ち位置になってるんですね、うんうん、でもこの忍ぶれどというこの歌が表している恋の様子がとても大地の心模様に
あのぴったりなんじゃないかなと思わせてくれる、詩ででしてね、悪でして、うん、ちはやへの思いをずっと忍んでいる感じがですね、僕も原作を読ませていただいて、一番こう太一にこうキュンキュンきたところだったりもするので、そこをあの皆さんに、伝わるようにしっかり演じられればなと思って毎週頑張ってますけど、はい、はい、ということでこれはやっぱ太一のね、歌なんじゃないかなと思うんですが、どうですか皆さん、どう思いますか。いやでもね、すごく見てて、気の毒になってくるんですよね。こう気の毒、気の毒、あ出た出た、いやいや太一が太一が頑張ってるから気の毒になるでしょ。そういうのないですかね。なんかあなたはいつも上からそうやって言う。そうないでしょ。結局さ、なんか千早のこうケアをこっちで頑張っても千早は最後に新た。そう、それが気の毒だって。切ないですね。まあ宮野さんそんな切ないところ申し訳ないんですけど、はい、こちらもぜひセリフを言っていただきたいんですよね。どうですか。はい、あこれですか。はい、男の部屋なんかパンパン入るもんじゃないでしょう。これ聞きたいですよね。すごいレードですねこれね。はい、ではお願いします。あのな、男の部屋なんかポンポン入るもんじゃないし、俺だって入れねえよ。これは第9種シノブレドの中で登場した太一が必死に自分の気持ちを抑えていると。めっちゃドヤ顔してるじゃないですか。入れねえよ別に好きじゃねえよみたいなちょっと 強がりみたいな、はい、なんかすごい器用貧乏なんですよね。うわ出たスコスコココスコココって刺さるよね本当に。かなちゃんの一言は、あ、はい、でもすいません。笑顔が怖いこの名シーンで覚える百日首のコーナー、はい、以上でございます。終わります。さあそれでは次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは情熱的な名セリフコーナーです。イエーイ。さあこのコーナーではちはやふるで登場するセリフをいくつか選んでおります。これらのセリフをここにいるキャストの皆さんに時にはご本人の役、そして時には別の役を演じていただくというコーナーになっております。面白そう。まずはこちらのセリフです。ちはやにトロフィーあげたかったな。ごめん、俺が勝ってれば。トイチごめん。ちはやも何か言って。もっと3人でカルタがしたかったよ。なんで泣くんや。すごい楽しかったが。さあこちら小学校編ですね。はい、こちらのセリフ小学校編で一番グッとくるセリフなんですが、高校生になった3人ならどのようになるかっていうの、なるほど、気になりませんか。じゃあ千早も高校生になっちゃっていいんですか。そうですね、千早ちゃんもぜひ高校生3人で演じていただくっていうのはちょっとしっとりしますね。じゃあこれまたね、新しい大人なバージョンで、はい、ぜひお願いしたいんですが、では瀬戸さんと細谷さん、宮野さんお願いします。頑張ります。はい、頑張ります。頑張ります。あ、はい、はい、千早にトロフィーあげたかったな。ごめん、俺が勝ってれば。太一、千早もう何回言って。もっと3人でカルタがしたかったよ。なんで泣くんや、すごい楽しかったが。おお、新しい、やっぱり全然雰囲気が違いますね。私高校生じゃなかった。いやいやいや、やっぱその時のこと思い出しちゃうんでしょ。いや大丈夫大丈夫、うん、いいですよ、うん、ずっとほら小学生みたいなもんじゃん。違うえ、まあ確かにあの音響監督さんからもう変わらなくていいよっていう指示をいただきましたけどそのまっすぐさがいいんですよ。まっすぐなままなやな、どうですか
宮野さんと細谷さん演じられてみて、小学生バージョンは。いや、なんかちょっとやっぱりこう空気が違いますよね。全然違いますね、うん、ちょっとこうなんかもうなんか汚れてるじゃないですか。そんなこと言っちゃダメ。あの頃のピュアさを忘れかけてます、ね、役はピュアなまんまだと思いますよ。ピュアな役は、うん、そうでしょう。カルタイの情熱はね。じゃあ中の人の問題です。いや、そういうことじゃないですよ。では次のセリフこちらです。おお、はい、こちらのシーン。おお、はい、こちらのシーンはですね、ご本人が、まあ、いらっしゃらないということで、なんとですね、こちらのヒョロットカードならぬまあ私、上田マリエなので、マリットカードと言いましょうか。マリットカードで占っちゃう。はい、こちら書いてあるので選ばせていただこうかなと。なるほど、演じる方を。じゃあ、いいですか。いいですね。加山さんがマイクフォローしてる姿はなかなか見れません。ありがとうございます。加山さんのマイクフォローいいですね。いきます。じゃあ、いきますよ。マリ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 。どうしよう、これ責任重大ですよね。だって皆さんには今見えてますね。でもどのパターンになっても面白いんじゃないですか、このパターン。まあそうですね、誰も出てないんだから、このシーン。じゃあ、いきます。大地とこれでどうですか。これ、誰でしょう。誰ですか。大地、あと新た。おー、男性メンバー。僕、見切れてる子ですか。そうですね、じゃあどうしようかな。須藤さんのパートは、じゃあ、補正さん。じゃあ、補正さんにしましょう。おで、ヒョロ君のパートが宮野さん。いいですよ。いいですか。はい、いいよ。私、逆が聞きたい。え、行きましょう。じゃあ、せっかくだったら両方やってもらって、両方やってもらっちゃいましょう。おかしいでしょ、それ。じゃあ、まずはお客様のからのリクエストがあったバージョンでお願いします。 OK。 俺、水沢が勝ち上がったら、あの長い髪のこと大事にしたいな。ちはやと、あいつ感じがいいだけで実力を出したことありませんよ。須藤先輩の敵じゃないです。綺麗な顔をいじめたい。須藤の S はドイツの S。 うまい、大爆笑。すごい、これはですね、やっぱ動きはこうなりますね、やっぱ連動しますね、ヒョロ君は。逆やるの、はい、聞きたいですよね、カエノさん、ね、俺、水沢が勝ち上がったら、あの髪の長い子と対戦したいな。ちはやと、あいつ勘違いだけで実力は大したことありませんよ。須藤先輩の敵じゃないです。綺麗な子いじめた。須藤の S はド S の S。なんかちょっと漫才みたいな掛け合いになってましたよね。どうですか。ちょっとなんか息が多かったですね。おかしいな、ド S って言ったらこうなのかなと思ったんですけど。満足です。満足ですよね。うわ。次のセリフもいきましょう。次はこちらです。はい、じゃあこちらも菊江くんがいらっしゃらないので、で、タッチはいらっしゃるんですけど、おカルタの、どうしましょうね。2人とも決めちゃっていいですか。いいですよ、マリットカードでぜひ。きついけどやってんだ。よし、じゃあ負けるけどやってんだ。だってなんか笑い声起きてるの、どうしたんですかね。どんだけ嬉しいか。どれとどれにしますか。これこれと誰、すごい大笑い起きてるんですけど大丈夫ですか。じゃあ、はい、どれにしましょう。今多分苦しいですね、多分ね。これ。あ、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 さっきと一緒。あじゃねえ。さっきと一緒。さっきと一緒ですね。じゃあどっちがどっちにします。なんかすごいなんか仕組まれた感を感じるんですけど。これ大丈夫ですか。いや、何も仕組んでないですよ。
とかよ、マリットカード。これどうするんですか、じゃあまた僕らやるんですか。じゃあ、やっぱり太一そのままになっちゃうんで、まあ、机くん役をやっていただいて、で、逆に太一いるのに、はい、まあ、ご本人隣にいらっしゃいますけれども、ぜひ。わかった、じゃあ細谷さんに限りなく宮野丸のモノマネをしてくださいね。頑張ります、じゃあ。じゃあ限りなく机くんで。オッケー。分かってんだろうな。分かってます。怖いですね。でも楽しみ。僕はお前とは違う。僕は勉強しか、机しか居場所ないんだよ。カルタの才能なんて俺だって持ってねえ。きついけどやってんだ、負けるけどやってんだ。だって勝った時どんだけ嬉しいか。マジで。ちょっと待って、え、俺そんなハッとしてくような感じ。じゃあ、あの、僕の中でカルタね、僕がカルタねみたいな、ちょっと僕の中の宮野さんはなんかこう甘い感じなんですよ、僕は。ああ、滑舌が甘い感じ。甘い、あ、いや、違う この鼻の鼻から発声を使ってらっしゃる。なるほど、そういう感じです。こんな感じだそうです。イエーイ。さあ、では次のセリフもいきますか。いいよ。はい、いいよって、うん、では、いきます。次のセリフこちらです。これまたちょっと濃い、なかなかね、千早フルの中でも濃いキャラクターになってますけれども、このシーンをやるんですね、このメンバーで。まさか、またこんなところでサボっていたんじゃないでしょうね。もういいよ、マリットカードインチキなんだからさ。先生、俺もう答え決まってんのに答え通りにできないんだからいいよ。そうですね、カルタになりたいんです。だってここにあなたって書いたんだもん。西田、もういいよ、慣れないことしなくていいから、幸せ通りにやろうよ。やりましょう。これをやるのは茅野さんでしょ。ちょっとそうですね。そして肉まんくんパートはカルタの代わりにならないんです。横でやってもいいですか。大丈夫ですよ。よし、じゃあやりますよ。はい、お願いします。女帝になりますよ。はい、いきます。西田くん、あなた早退したって聞いたけど何してるの。まさかこんなところでサボってたんじゃないでしょうね。先生、俺テニス部やめます。お、やめる。西田くん本気なの。はい、だってこいつら平泉聖さんですか。俺がいないと部にならないって言うし、俺やっぱりカルタが、テニスじゃカルタの代わりにならないんです。すごい、いかがでした。いいですね、人をね、怒るっていうのってなんか楽しいな。怖いわ。ドSじゃないですか。綺麗な子をいじめたいって言いたかったですもん、私が。あ、なるほど。須藤さんやりたかったんですか。うん、ちょっとね、残念。なるほど。細谷さん、いじめられてみていかがでしたか。僕、あの、ふーっていうのがなんかちょっと自分の中で面白かったですね。自分の中で自己評価しかしてないんです、すみません。でもちょっとあの瀬戸ちゃんなんか変わったのやってないから、瀬戸ちゃんなんか、え、いいんですか。やりたいのやんなよ。女帝とかやって、女帝やんなよ。女帝ですか。どうですか。お、なんかそんなにみんなもなんかやってほしいみたいな感じじゃないけど、せっかくだから。じゃあ西田を、かなちゃん、くまくんを、かなちゃん西田やんな。かなちゃんバージョンやってみます。本当ですか。肉まくんで、じゃあ一緒にやろう。じゃあさっきとは反対の立場。いいですね、いいじゃないですか。じゃあ、行きます。うん、はい、西田くん、あなた早退したって聞いたけど何してるの。まさかこんなところでサボってたんじゃないでしょうね。先生、俺テニス部やめます。やめる。西田くん本気なの。はい、だってこいつら俺がいないと部にならないって言うし、俺やっぱりカルタが、テニスじゃカルタの代わりにならないんです。あ、かわいい、かわいい、西田くんが。すごい。結果、千早とどっかのクソガキの会話だっていう。西田じゃない、どっかのなんか鼻垂らしてるなんかな。どこの子来ちゃったのみたいな感じだったけど。あ、いや、素晴らしかったですね。
こうやって役を入れ替えてみると面白いですね。いや面白いですね、さすがですね声優さんあれ自分の宮野さんも声優さんですよ。いや素晴らしかったです皆さん。さあでは名残惜しいんですが次が最後のセリフとなります。こちらです。ちはやふる神をも聞かず竜田川。あいつ早かったな。夢か。からくれないに水くぐるとは。初めて新とカルタをしたあの日、私が知ったのはカルタじゃなくて新の情熱だったんだ。まあ、ちはやちゃんの言葉なんですけど、まあ、やっぱりカルタといえばやっぱりかなちゃんなので、ぜひ私個人的にかなちゃんバージョンを聞いてみたいなと。え、そんな本人がいるのに思うんですが、感じでいかがですか。じゃあ、かなちゃんの、かなちゃんがちはやちゃんの立場だったらってことで、はい、こう小学生ぐらいの時にもしかなちゃんが新と大地と出会ってたらっていう気持ちでちょっとやってみます。すごい設定作るじゃん。スピンオフみたいな話だ。すごい、うん、すごい。そんな感じでちょっとこっちでやりますね。ちはやふる神をも聞かず竜田川、からくれないに水くくるとは。夢か。初めて新たとカルタをしたあの日、私が知ったのはカルタじゃなくて新たの情熱だったんだ。本家より少女漫画っぽい。いや素晴らしいですね。新たって言えなかったです。それだけ遠い存在ということで実はまだ本編でも全然会ってないですね。ってないっていう、すいません皆さん。いやなんか全またね違うシーンになりますねやっぱりね。はい、でもちはやちゃんで聞きたい私は。わお願いします。じゃあちょっと前に出ますいきます。ちはやふる神をも聞かず竜田川、からくれないに水くくるとは。夢か。初めて新とカルタをしたあの日、私が知ったのはカルタじゃなくて新たの情熱だったんだ。うわさすが、もう本物は噛まないですねいやさすがだわ。言い慣れてる新たか、いや素晴らしい、でも瀬戸さんがやっぱり喋ってると本当にそのまま千早が本当に喋ってるみたいなようなね、この千早感なんでしょう。いやもうまんまですよね、もう本当に、いや素晴らしいなって思います。さあではしっとりと終わったところで、以上情熱的なセリフコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では次のコーナーの準備がございますので、しばしちょっと皆さんにお話を伺っていきたいなと思います。どうぞ。はい、何話しましょうかねと振っておいてあれなんですが丸投げさあ軽くずっこけた後はいよいよ今回のメインイベントです。それでは始めます。水沢高校対早稲田大学カルタ会ハンディキャップマッチ。さあではまずルール説明からいきましょうか。お願いします。はい、ルールを説明いたします。水沢4人対早稲田1人で行います。そして早稲田側に8枚、水沢側に4枚の札を置きます。自陣の札を取れば減って、敵陣の札を取れば1枚札を送ることができます。自陣の札が先になくなった方が勝ちです。なるほど。はい、また今回こちら水沢のカルタ部には強力な助っ人として新田くんにもお願いします。そうじゃん、水沢じゃないじゃん何しれっと隣にいるんだよまあちょっとね、合宿に遊びに来たっていうことで、一緒にいたから。まあまあそっか、はい、まあじゃあ今日は助けてもらいましょうね。はい、ではよろしくお願いします。ではまずですね、本日の対戦相手の早稲田大学カルタ会の
A 級選手の菊池選手にちょっとまずは意気込みを伺いたいと思います。では前に出てお願いします。本物の A 級だ、本物の A 級だ。僕は5歳児相手でも手加減せん男や。ありがとうございます。いや、これは強力な敵ですよ皆さん。マジっすか、何を仕込まれてるんですか、あなた。うわマジっすか、ガチでやるってことですね、じゃあ。でも永久の方ですからね。やばいですね。ちょっとね、試合見たことあるんですけど、はい、本物の近江神宮で見に行ったんですけど、永久は本当に半端じゃないです。もう皆さんが予想してる以上の速さですよこれほんまに勝てない場合もあるよね、だから、うん、僕らでも言ってみれば4枚取ればいいんでしょ、自陣の、うん、そうですね、うん、しかも4人で、はい、そうです。なのでだいぶ部は水沢カルタ部にあると思うんですが、あるはずなんですが、うん、はい、やったことないんでね。では試合の準備に行きましょうか。では皆さん、位置にお付きください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何言わずに咲くやこの花冬の森、今を春べと咲くやこの花、今を春べと咲くやこの花、立ち別れ稲葉の山の峰に。解説お願いします。カラフラもあるんです ね、ですね。タの札は他にも、タカとかですね、タレ4枚、合計6枚あるんですけども、今立ち分かれが読まれてですね、場にタゴがあるんですけども、まあ、見事全員お手つきせずに。タゴはまだ読まれてない。まだ読まれてないです、ね、まだ他にもあるんで、タコと他にもあるんで注意が必要です、はい、松戸市木川今帰りこん、ちぎりおきし、佐世保がつゆ。見事、瀬戸さんが取りましたが、今のはいかがでしょう。素晴らしい。練習じゃないけど、練習。すごい。おお。チハがあるのにまだ。あ、でも送り札、送り札。マジか。もう取れんのない、もう分かんない。敵陣、敵陣する敵陣、敵陣する。哀れ今年の秋も犬めり、大けなく浮世の名前。手を挙げていらっしゃいますけど、今のはお手つきですね。そう、絵でした。あ、そっか、そっか。お前だけ取ろうとしたんでしょ。これはいかがでしょうか、このお手つきというのは。お手つきというのは非常に試合でもちょっと痛いものでしてですね、1枚自動的に送られてしまうんです。では、チハヤブルを。おっ、戻ってきました。チハヤの応酬。これは勝負にどう影響が出てくるんでしょうかね。敵陣を取るというのは非常に彼方ので大事なのですね。そうです早稲田側としてはどんどん攻めたいところです。地派を取りたい。我が立つ様に墨染めの袖、朝ぼらけありあげの月と昼までに。今の札は菊池選手が取りました。大山札と呼ばれるですね、朝ぼらけ、あまで聞かないとわからない札なんですが、今見事に囲ってそして決まり地の瞬間に手を落とす。こうやって取ればよかった。吉野の里に触れる白雪、大江山。
次こそ取りましたさあ菊池選手の速さもすごかったんですが見事水沢取りました。確かにすごかったですよ。すごい取り込みがここしか見てなかったんですけど腕がふんってこう通ってったの見えましたもん。いやすごい。安心しない集中。はいはい。まだ踏みも見ず天の橋立て吹くからに秋の草木の下を敵陣をさやちゃん抜きましたね。すげー。この A 級選手から敵陣の札を取るということはやはりすごいことなんです。すごいことですね。何を送るの。いや、持ち配しかないマジいいじゃない、いいじゃない。これね、千葉ね、OK 俺が取る。これ千葉ね、OK 私もチアしかわかんない胸山風を嵐と揺らん久方の光の嘘嘘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 お前何しとんねんさ今一瞬の出来事でしたが今チャンスだったんちゃうんかい落ち着いていこう。うん、ダメ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 。沈む心なく花の散る乱。背を早み岩にせかるる滝川の。全然聞き分けらんない。割れても末に合わんとぞ。巡り合いてよーしゃ、ありがとう。菊池さんが先に触ったと思います今のは菊池選手の方がちょっと早かったんでしょうか。ちょっとだけおそらくかさってましたね。その後にその後に保沢さんが触れたので今のは菊池さんの取りだと思います僕ちゃんと見てました。集中しましょう。じゃあ声出し行こう。声出し、ミー、ザ、ザ、あ、ファイトー。よっしゃい。忘れちゃった。忘れちゃっただし。恨みに出ちゃったんじゃん。雲が暮れにし、夜間の月から。かささぎの。ちはやちゃん、本当に早かったですね。瀬戸ちゃん、本当に早いね。早かったですね。怖い。本当に早いね。菊池選手よりもだいぶ先に反応していたようでしたが、見事な攻めがれたですね、はあ、今、菊池選手だいぶ落ち込んでますけどラックシっていう菊池さん、ちょっとなんとか踏ん張ってほしいでもこれで、あと水沢はラスト1枚なので、はい、ユラ送ります。あ、OK、OK です俺送っていいの。いいですよ、いいですよ。補正さんが絶対取るから。そうだ、そうだね白木を見れば夜ぞふけに行ける。綿の腹こぎで行けば小坂田の。あ、もしかしてやっちゃったの今のはお手つきですね。あ、こういった綿の原、やっと綿の原、子があるので、それだけ大事って言ったじゃん。この残りあと1枚というところでのこのお手つきというのはどうでしょう、勝敗に。どうだいぶ影響してくるかもしれません。左右してくる。1対4が2対3になります。あ、なるほど。じゃあ4分。おお、攻めがれたですねこれはあなたの札です雲いに孫おきつしらなみちはやふるときよもうちょっと失礼します須藤さん、声
やって立てたっけ。まさに今のは A 級選手の意地というところでしょうかね。そうですね、今突き手でまっすぐ。ちはやがチアを抜かれた。からくれないに水くくるとは、たもの上に打ち入れてみれば白たえないの。僕の小指が当たってますよね、これ。自分が取ったという、はい、宮野さん見事取りました。ノ、はい、ールックで取ったかにも。初めての札。さ あ, あと細谷さんが取れば。細谷さんだけ1枚も取っていない。やだやだ。藤の高根に雪は降りつつ、揺らぬ。完成が上がりましたが、早いですね。早かったですね。細谷さん頼むよ。さあ、1対1ということで運命戦。運命戦ですね。じゃあみんなで囲い手すればいいと思う。まあ4人いますからね。水沢の方がやはり有利なんでしょうかね。有利ですね。太一と新たが綿を狙いに行くと、例えばで千葉ちゃんとかなちゃんは花を攻めに行くと、そういうこともできる。こっちも攻められるわけだね。菊池さんは両方行かなきゃいけない。4人。なるほど。4人。じゃあそっち頼んだ。はいはい。チーム戦ですね。はい。やりますか。声出し。ミーズさん。ファイトー。頼むよ。よし、OKです。行方も知らぬ恋の道。朝ぼらけうじの川に触れない。運命の中に任せねえ。現れ渡るせぜの味色に、綿の腹をしない。よし、敗戦の弁をお願いします。やっぱり最後新たがしっかりと、それで水沢の団結力に負けました。コメントうまということで、白熱したカルタ大会も以上となります。早稲田大学カルタ会の皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ございました。あの初カルタということだったんですけど、無事にシャッと撮らせて、そんなかっこよくは撮れなかったんですけど、あの応援の自分のかなでちゃんの札は撮ることができました。ちょっともうそれだけで今日は満足です。ありがとうございました。ちょっとあの緊張したんですけど、よかったです。なんか皆さん仲良くなれて、ありがとうございました。いやそう、僕結構転校生の思いがね結構してるんです。毎回そうなんです。だからそのこの徐々に仲良くなっていこうと思います。ですね、初めてあのカルタの試合というものを経験させてもらったんですけども、まあね、あの場所にいると全部真っ白になっちゃうっていう感じがして、でもあのチームが後半すごくまとまり始めていたので、ここで僕が札を取られてはいかんと思ってですね、自分の札取れてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。細谷さんがですね、思った
以上に本当にあダメだなって思いま嘘嘘本当に楽しくイベントさせていただいて本当にさっき細谷さんが言ってたようにあのこのイベントによりみんなの仲がまたぐんとこう距離が縮まったというかあのアフレコ以外でこういうなんか交流が持てるとあ楽しいんだなとあのどん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 心の距離が縮まるんだなと思いましたしイベント自体も盛りだくさんなイベントだったのであのセリフを読んだりとか上田さんが間違えたりとかあとは上田さんが間違えたりとかあと段取りを忘れたりとかすいませんでしたいやでも本当にあの楽しいイベントでしたあのみんなと一緒に仲良く、できたのがあの印象的でしたありがとうございました本当に自分が声優になってからイベントまだ数えるほどしかやったことがないんですけど歌も歌わせてもらってカルタまでやらせてもらえて歌はちょっとどうだったか分かんないんですけどカルタは私3枚も取れたんでもうちょっと自信がついたんでこれからももう気合い入れて全力でアフレコに臨んでいきます皆さん本当にありがとうございましたバイバイ